港区立青山小学校は東京都港区南青山2丁目にある公立小学校である。港区立麻布小学校と同じ1875年に設立された伝統校である。その後の学区内児童数の増加に伴い、1906年には近隣に西南小学校が設立され、学区域が分割、一部変更された。 公立中学校については、港区立青山中学校が、学校選択制前からの学区となる。青山ザタワー、パークアクシス青山一丁目タワーから、青山北町アパートなどの都営団地や、公団住宅までが、従来からの通学区域に包含される、青山小学校の学区域は、以前ほどではないにしろ、青山の中でも多様な住民階層が混在して、成り立っている町でもある。 中学校以後の進学先も多様であり、公立中学に進む者、中学受験をして、私立や国立都立の中学校に進学する児童も、また見られる。校庭は、芝生化されており、2010年4月にはこの校庭を拠点とするラグビー教室、港ラグビースクールが、港区と日本ラグビー協会の提携により開校した。2015年11月港独立。 青山小学校は140周年のイベントが行われた。ありがとうございます。